英語が日本語に聞こえる。 3DCG やゲームエンジンのチュートリアル動画は英語の場合が多く、字幕が用意されていても字を読みながら操作手順を把握するのはなかなか大変です。そんな時に Chrome の拡張機能キャプションスピーカーがとても便利です。動画の字幕を指定の言語に自動翻訳して読み上げるツールになります。字幕を見ずに操作手順を注視できるのはとても学習効率が上がります。例として Unreal Engine 5の英語の動画を見てみましょう。キャプションスピーカーをオンにして再生してみます。それではまず新しいプロジェクトを作成しましょう。 Unreal Engine 5を開くと新しいテンプレートが表示され、そこから始めることができます。新しいマネキンのマニーとクイーンが含まれますが、私たちの場合はブランクプロジェクトから始めてファーストエイムという名前にします。ここで作成するものはすべてリアルタイムでやります。何これ便利。ということで英語が苦手すぎるアーティストやエンジニアに特にお勧めしたい機能になります。少し設定をすることでより使いやすくなるので、設定例を紹介したいと思います。機能の制約としては Chrome ブラウザーを使用、 YouTube 動画で字幕がついていること、合成音声にアレルギーがない方になります。英語の自動字幕はとても優秀です。公式の丁寧な字幕付き動画以外の個人の動画でも理解が進むと思います。インストール、まずインストールはこちら、リンクは動画の概要欄にあるので参照してください。検索で出す場合は綴りを間違えずにキャプションスピーカーと打ちます。 Chrome に追加のボタンを押すと追加しますかと聞かれるので拡張機能を追加、オプションの設定画面が開くので設定していきます。右上に同期しますかと聞かれる場合はどちらでもいいですが、今回はテスト用アカウントなのでキャンセルします。 Windows 設定例、まずスピーカーのデフォルトをクリックして JA-JP を選びます。ここを EN-US にすると英語で読み上げができたり、他の言語で読み上げもできるので面白いです。試しにテストを押して読み上げが行われるのを確認します。ベロスは激怒した。 Google 日本語さんの場合は速度を 1.5 から 1.7 くらいが良いかと思います。このままでもいいですが、私がおすすめするのはマイクロソフトのはるかさんです。初回の設定時には Google 日本語さんだけの場合がありますが、ブラウザーの更新ボタンを押すとマイクロソフトの音源が表示されると思います。はるかさん以外もいるので好みの方を選ぶといいと思います。マイクロソフト音源の場合は速度設定の限界を伸ばすにチェックを入れます。必須事項と注意書きがあるこのチェックはマイクロソフトの声に対してのみ有効のようですので、他の音源の場合はチェックは外してください。声の速さは4から5くらいにするのが良いと思います。先ほど例として出した動画は 4.85 になります。他に関しては一旦触らないでおきます。設定したらセーブを押してください。 Mac 設定例、 Mac の場合は Google 日本語さんの他に京子さんが最初からいると思うので、京子さんの速度を2にするのをおすすめします。早いと思う方は数値を下げてください。設定したらセーブ。設定が済んだら右上のジグソーパズルのアイコンをクリックして、キャプションスピーカーの右にあるピンを押してブラウザーからオンオフしやすくします。アイコンが明るい緑だと読み上げが有効で、暗いと無効という状態になります。読み上げが不要な時はアイコンを左クリックで暗く、読み上げが必要な時も左クリックで明るく。設定を調整し直したい場合はアイコンを右クリックでオプションを選びます。それでは YouTube の動画を開きます。開いてすぐに読み上げが始まった方もいるかもしれませんが、読み上げがされない方もいるかもしれません。読み上げが始まらない方はアイコンが明るい緑なのを確認、動画に字幕が設定されているのを確認してブラウザーを更新してみてください。基本的にはページの更新をすると読み上げが行われます。ページの更新をせずに読み上げが行われる場合と、更新が必要な場合に関しては広告動画の有無であったり広告ブロック機能を使っていたりするときにページの更新が必要になるような印象です。オプションでより細かい設定もできるので自分好みの設定にしてみましょう。個人的には Google 日本語さん以外の声にすることと読み上げ速度を少し早めにするというのが重要だと思います。好みにもよりますが元の音は切った方が聞き取りやすいと思います。読み上げ速度が合わない場合は YouTube の動画速度を早めたり遅くしたりすると良いと思います。ところどころ不思議な読み上げ方をすることがありますが、広い心で見守ってください。重要な部分は字幕の表示などと併用するのも良いと思います。私から伝えたいことは以上です。まとめ、キャプションスピーカーの紹介と設定方法いかがだったでしょうか。英語の動画を苦労なく見れるようになるととても視界が広くなると思いますので、活用してみると良いと思います。英語を自力で聞き取れるようになる方が良いとは思いますが、私のように諦めの境地に至っているアーティストやエンジニアの方々には特におすすめな機能になります。日本の方が開発されているので日本語対応などに不安がないのも素敵ですね。こういうツール紹介の評判が良ければ、またやってみようかと思います。良ければグッドボタンを押していただけると励みになります。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。